時代を超え現在もたくさんの人に支持されているアニメ機動戦士ガンダムシリーズ。そこに登場するモビルスーツの設定は実際に構想研究されている未知の技術がベースになっていて、そのリアリティさが大人をも引きつける魅力の一つと言えるでしょう。果たして近い未来ガンダムの世界を実現することは可能なのでしょうか。こんにちは、星ルナです。今回はガンダム開発にはどういった技術が必要かについてご紹介していきます。1. ガンダムの開発は可能か。東京理科大学理工学部の木村真一教授はガンダムの時代は確実に来ると断言しています。宇宙空間で動くことができ、関節を利用してアームを動かしボディの安定性を保つ技術を搭載したロボットはすでに完成していて、燃料を使って移動する技術もハヤブサで実証済み。ガンダムの世界を実現できる条件はかなり整ってきたと言えるでしょう。ただそこで問題になるのが重量。あの大きくて重いガンダムを宇宙へ打ち上げ移動させることは現在の技術をもってしてもなかなか難しいのだとか。しかし宇宙で組み立てるという方法を取るとすれば話は別。これまでも国際宇宙ステーションを作る際、少しずつ宇宙に部品を運び込み組み立て完成させたわけですから、この方法で組み立てるのは理論的には可能です。しかし大きなガンダムはパーツの量が多く、当然組み立てに相当な労力が必要となります。そのハードルを超えるには人々の思いがどれだけ熱いかにかかっているのかもしれません。大勢の人の関心が集まれば実現に向けた大きな推進力になるかもしれませんね。2. 実現に必要な技術。その1、核融合。モビルスーツは核融合で動くとされています。核融合というとすぐに思いつくのは原子力ですが、ここでいう核融合は原発とは全く異なる原理によるもので、いわば夢の技術と言われるもの。暴走も暴発もすることがなく、その大元は海水などであるため枯渇の心配がほぼないと言われています。実はこの核融合、現在フランスでかなり実験が進んでいるそうで、2050年には実用化の可能性が示されているとか。本当に安全で半永久的なエネルギーが完成し、それが宇宙開発にもつながるとしたら期待が持てますね。その2、機動エレベーター。ガンダム00の物語の中で大きく関わっている機動エレベーター。現実では地球から約36,000km 離れた静止軌道ステーションを結び、ロボットに代わる未来の宇宙輸送交通システムとして実現させようというものです。その方法は最適素材といわれるカーボンナノチューブで作られたケーブルを引き、それに沿ってクライマーという乗り物を昇降させるのです。大林組は実際に建設するという前提で試算を出していて、その費用は10兆円だとか。宇宙にエレベーターを作るなんて壮大すぎて想像もつきませんが、アニメで見たことが現実になっていくお話はワクワクしますね。その3、ブレインマシンインターフェイス。ガンダムの物語の中では脳波で兵器を操るというシーンが登場します。脳とコンピューターを人工的に接続する技術をブレインマシンインターフェイスと呼び、現実の世界でもすでに猿を使ったロボットアームの制御実験で有効性が確認されています。そして金属電極を脳内に埋め込むという方法で四肢麻痺患者の方のコンピューターカーソル制御の実験も行われ、実用段階までにこぎつけているそうです。ホンダを含む日本の大手企業3社が共同で、考えるだけで足も動かすという実験に成功しています。これをモビルスーツの操縦に生かすというのもそう先のことではないかもしれませんね。いかがでしたか？アニメの中の話だと思っていたことが、私たちの知らない間に実は刻一刻と現実味を帯びてきています。ガンダムの世界が実現する日はすぐそこまで来ているのかもしれませんね。
さすがにモビルスーツの操縦は無理としても、軌道エレベーター、生きているうちに乗ってみたい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。